こんにちは。今日の切り抜きニュースは、私佐藤沙織、衆議院議員選挙東京1区新宿区千代田区の区割りから立候補予定ということを表明させていただきます。なぜいきなりと思われる方も多いかと思います。そうです、衆議院議員選挙小選挙区通るためには選挙期間の前にあらかじめ何年も何年も街頭活動、ビラを配る、演説をする、握手をする、個別訪問をする、お祭りで盆踊りを踊る、集会に出るなどなどなど、たくさんのそこに住まう人々との交流が必要です。いわゆる地上戦というやつです。これを私一切やってきませんでした。なぜなら地上戦に対してアンチテーゼを持っているからです。この地上戦を行うから癒着が生じる、地上戦を行うから居眠り議員が発生する、地上戦を行うから裏金が生じる、地上戦を行うからたくさんの費用が必要になる。まともに小選挙区で議員事務所を構えて秘書を構えてやってる人っていうのは月に500万円政治活動にお金をかけています。年間にすると約6000万円。これが議員の実態なわけですね。これに対して私はアンチテーゼを唱えてきていました。なのでこのような活動は行わないと宣言をして、デジタルボランティアを募集しますっていう、そんな動画を少し前に出しました。しかしながらです、はい、私地上戦も少しだけやろうかと考えています。なぜならその地上戦での活動が結局はデジタルボランティアさんの材料になるからです。はい、それだけです。ですので私の行う地上戦というものは他の人とは少し違います。まず選挙事務所構えません。選挙カー出しません。もちろんウグイス嬢なども出しません。そしてビラ7万枚まで刷ることが許されていますが、私5000枚だけ刷りました。そしてポスター掲示場500カ所ということだったので、東京都知事選の1万6000カ所に比べたらとても少ない数でした。ですのでこちらは全て貼ることにしました。費用としても特急料金で約12万円ほどでした。ですので私の行う地上戦はまず500カ所のポスター掲示板にポスターを貼る、そして5000枚のビラを配る、そして街頭に立つ。これは私のちょっと体調にも寄るところもあるんですけれども、できるだけ体調が許す限りは立とうかと思います。その代わり派手なことはやりません。誰かに応援演説に来てもらうことも、選挙カーを用意することももちろんなりません。地味に地味にですが、やはり少しでも街行く人に私のね活動を見ていただくため、そしてボランティアさんのね撮影していただいてね、どんな様子なのか、どんなことを訴えてるのかってね、やっぱねその絵をね撮ってもらおうかなっていうふうにね思ってるんですよ。こんな人が選挙に立候補して何も後ろ盾もなく立候補でしてね、どうなるのかっていうね、そういうのねちょっとみんなにね見届けてほしいなって思うんですよね。そして思い描く日本を作っていきたいなっていうふうに思っています。もちろん所得を上げる、減税をするっていうのはもちろんのこと、さまざまなやりたいことがあります。本当にたくさんやりたいことがあります。やらせてくださいということで、また次の動画で政策などについては詳しく話していこうと思います。はい、ではまた次の動画で。佐藤沙織の気合と根性は本物だと思います。佐藤沙織がどこまでやるのか本当に楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。悪の化身と裏金議員と悪魔の議員をぶっ壊す、そして日本を取り戻す。 OK、 いきますよ。じゃあ締めですよ。いきますよ、せーの、北区警備局、バイバイ。財務長は